ではスタートが始まった。キルタニさん、メリークリシナ。はい、キルタニシュワラです。オーマギャナダチミランダセキャナンジャナシュラカヤチャクスラミタニアナタスマイシュリーグラベーヌマ。これは意味はね、私は無知の中に生まれたけれど、知識という松明でもって私は照らされて、グルのおかげで、クリシュナ意識になりましたっていう、そういった意味。ほとんどの人が、無知の中にあって、グルとか、こういったバカバードギターだとか、そういった聖典にあったりだとかして、救われるっていう。で、どうやってクリシュナ意識に来たかっていうところですよね。僕はそれはもう35年ぐらい前に、クリシュナ意識のディボーティーとファーストコンタクトがありました。しばらくもう昔のことなんか全然もう考えもしない生活をずっと続けてきたんですけれど、この企画ということで久しぶりに昔を思い出してちょっと変な気持ちになりました。で、今はこうDT の、お世話とかさせていただいてね、もう成人みたいな顔してますけれど、もうやっぱり昔はもういろんなことがやっぱりあって、そしていろんな苦しみとかを知ってクリシュナ意識に来ると。バイシシカ・プラブとかは僕と同じ年なんですよね。でも彼はもう16歳ぐらいからもうクリシュナ意識とかやって、僕ともやっぱり10年ぐらい僕は差がやっぱりあって、プラッパーダにも会えなかったし、その辺はやっぱり 人のやっぱり違いなんですよね。僕が16歳でクリシュナ意識の人に会ったとしても、まずクリシュナ意識は始められないわけで、その後に何かのプロセスを踏んで、そしてその後にディボーティーに会ってクリシュナ意識を始めようって思って、僕の場合は本をもらってあれしたとか、ディボーティーから何か言われたとか、そういったのじゃなくて、ただ僕は新宿で、ディボーティーが針生やってるのに会ったんですね。それで僕はもうそれで運命はもう決まりました。もう 見た瞬間、針生の音を聞いただけで、って感じで僕は引き付けられていて、そしてもう別にディボーティーと話すこともなくて、でこの人たちは誰なんだろう、何だろう、何なんだろう、その人たちはもう全然外の空間のエネルギーと全くこう違って、もう特別なエネルギーをやっぱり放っててね。でその時にもう自分もこの人と一緒にやりたい、この人みたいになりたいって、もうそれで思ったんですね。でその時は、ナガラタンさんとかいたかな、シュリチャーナンさんいたかな、でバクタ のマハトム・プラブとか、クリシュナ・シャクティとか、あとギータ・デヴィもバクタ、バクティーンでね、いたの、一人一人顔をジロジロ僕見たの覚えてて、この人たち何人だろうとか、何を考えてんだろうとか思いながら見てて、顔も覚えてたんですけどね。それでただギーターがなんかユキジさんとか言ってましたけどね、でなんかちっちゃなのと変な本当に変なねパンフレット、白黒のね変なパンフレットなんかこうやってこんな感じで、もう今みたいに全然違う、もうなんかもう魂抜けてるような感じで、こう、ね、全然通ってる人に「はいどうぞ」とかそういうのもないし、ただこうやって待ってね、で僕はね「来てください」って言って、そしてそれでもう僕は「ああ出会った」と思って、それでもう帰りのもう電車でもうやったやったやったって、もう嬉しくてもう笑ってるんですよ顔は。でちょっと見たらなんかジョージ・ハリスンが何とかかんの、でちょっとやるの、あれこれ宗教とか宗教かと思って
でもまあよく、まあ、読んでみたらまあちょっと僕のまあ思ったこととかね、まあ、考えに結構すんなり入ってくるようなことが書いてあったんで、そしてそれからまあ日曜、次の週の日曜かな、日曜祭に確か行ったのがまあ初めなんですよ。でだからそこにまあ行くまでに今まあ考えるとやっぱり準備期間というのが必要だったんで、まあ今思い返すと、もう僕はもう小倉で、あの北九州市ね、小倉で生まれて、本当にもうすっごい小倉が嫌だったんですよ。もう本当にもうシュードラの街っていうか、もう文化がないね。そしてもうずっと東京志向、大阪じゃないんですよ。大阪はやっぱりね、似たような感じでちょっと違うんですよ。もう東京にも行きたいっていう、もうそういったもう思いがずっともうあって、まあ高校時代からね、まあ、あの勉強して、そしてまあ一浪して、まあ東京の大学、東京都立大学の経済学部にまあ入りましたけど、でも東京にも来たんで、まあ今までも地方にいて、もうしたかったことはいろいろやって、もう地方に来ないようなね、映画とかがいっぱいあるんで、演劇だとかなんだとかがもういっぱいあって、もういろんなところもお金がでもないんで、あのできなかったんです。そしてでも、まあ、大学に入った時にもうそこにジャズに目覚めたのね。でちょうど入学式の時に、あのもう入り口のところにジャズ系の人たちがいて、演奏してて、もうそれを見てもうぶっ飛んで、すごいもう上手い人がいたんですけどね、その時も。でそれでもうジャズ系に入って、それでジャズを始めたんです。それからもう、まあ、授業も出てましたけど、もうジャズ一筋、まあ、テナーサックスをずっとあの吹いてましたけどね。もうそれまでジャズは聴くだけだったんですけど、やることにまあなって、もうだからもう都立大ですから、まあ行くとこって自由が丘とかね、渋谷とか、あんなとこでも遊んだりとか、まあ、するわけですけど、まあ、ジャズ喫茶とかにいつもまあ通って、今みたいにあのインターネットとかないんで、もうジャズ喫茶に行ってあの音楽聴くっていうのがまあメインだったん でそういう生活もしてて、で、まあ、これからどんどん堕落した生活が始まっていくんですけど、まあ、堕落したっていうか、まあ真面目にジャズをやってましてね。でもそれからまあガールフレンドができて、そしてガールフレンドといろいろ遊ぶうちに、今度ジャズがちょっと離れてきた。ジャズをやってる時はあのまあ本当、まあ、先輩の中でね、もうプロを目指してすごい頑張ってやってる人、実際に今プロになった人もあのいらっしゃる、いるんですけれど、でも自分はもうやってても、まあそれほどプロを目指すほど自分はそんなに好きじゃないっていうのがもう分かって、そしてまあガールフレンドの方にまあ行っちゃって、ガールフレンドともいろんなとこ遊びに行くようになる、そういった生活をまあしてて、そして卒業して、で卒業した後にあの結婚したんですよ。うん、で卒業の後にはまああの就職がありますからね、就職活動もして、ちゃんとしたまあ商社にね、あの入ったんですよ。あの入って、そしてまあその商社はお金はすごい良かったんですけれども、長時間労働でね、朝から夜までもう本当に働いて、それで夜はもうお酒飲みに行くし、うん、もう夜も帰るの遅いしね。で結婚したんですけれど、もう奥さん相手にするのとかあんまりできなくなって、奥さんも
なんかもう好きなことを始めたりだとかして、そしてそして1年経たないうちに離婚しました。短かったですね。そしてで離婚とともに、まあ会社も辞めました。まあ会社は会社に入って仕事してたんですけど、もうその会社はもう結婚するとまた手当がとかついて、また子供一人生まれたりするとまた手当がついて、どん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 給料がね、どん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 もう増えていくんですよ。でこのままだともう会社に縛られちゃうなっていう、そんな感じで、ちょっともう、こういう生活は働くばっかりの人生は僕の人生ではないって、まあ、その時に思って、で上司にもそうやって言いました。私はもうここの会社にも一生捧げて尽くす気はどうしても起きないんですって。そしてまあ会社も1年経たないで辞めましたね。で離婚と、そしてまた会社も入社して、それともすぐ退社して、まあ結構今思うと、まあ冷静だった感じはその時当時はしてたんですけど、かなりまあ自暴自棄になってたかもしれないですけれど、まあお酒の量も増えたりだとかしてね。でなんかその頃はもう自分はもう堕落したいって思って、つって仕事辞めて、今度はね新宿の歌舞伎町 の, ピンクサロンに働きに行き始めたんですよ。まあ夜から始まる仕事で、もう本当にまあね、そういうことをする、普通のキャバレーとかじゃないね、普通のキャバクラとかそういうんじゃなくて、もうそれだけのもうそういったことをする、もう中も本当ほぼ真っ暗の状態で、そこでまあウェイターとかそういったことをしたんですよ。何年ぐらい、もう1年か、もうちょっとあったかな。でそこのまあその頃はもう本当にまあ冷静にね、そういったことを、まあ、ずっと冷静に見てね、もう本当にもう飲んだくれた大人たちと、そしてまあそこの女の人たちのもうやることとかをもう静かな目で、全然性欲とかも全然その頃はねなくなり、性欲とか全くなかったですね、働いてる時はね。もうそういったもうバカじゃないかとか、こんなのにお金使って本当にもうなんていうか、もう下の底の底ですよね。そしてしばらく働いて、そこのまあオーナーがまあヤクザがやってて、今度ヤクザが今度ポーカー賭博の店を開くってんで、今度ポーカー賭博の方の店に回されたんですね。そしてポーカー賭博をとこで働いて、まあ、来る人になんか食べ物出してあげたり、酒出してあげたり、そういったことをしばらくまあやって、そしてまあ自分は堕落するかなって、もうずっと新宿のああいうもう本当にもう歓楽街の一番もう本当にドロドロした一番中に入って、堕落するかなと思ったら全然そうでもなくて、まあもう冷静にね、そういう状況をまあ見てるっていう、そういった感じはあって、そしてもそれをやめた後に今度はまあ何をしようかなっていう感じで、で自分はどんな仕事をしたいのかなとか、で今だったら何でもできるって思ってね。でそういえば子供の時に何になりたいかって思った時に、探偵になりたいって思ってた。じゃあ探偵になろうですね。そして探偵社に入ったね。で探偵社に入って、まあそこは主に生命保険の調査をする場所だ場所
そういう探偵社だったんで、大体もう関東中いろんなところもあって、あの保険入ってる人に会ったり、もう自殺した人の家族に会ったりだとか、そしてまた医者に会ったりだとかして話を聞いて、そしてまあこうあの調査のレポートをこう書くっていう感じでね、あのやってて、まあそしてそのな、まあ探偵社ですから、その中であの浮気調査だとかね、あのなんか自分の娘のそこをあの調査してくれとか、そういった本当に人生の裏側っていうかね、もう本当にひどいところをまあ見る仕事、もう浮気調査なんかもうやってらんないですよ。もうずっとね、あのもう出てくるのずっと車の中とかで待ってたりだとかして、それをもう車ずっと続けて、でどっかでラブホテル入るところとかやって、でその写真を撮らなきゃいけないんですよ。してで入る、その瞬間の写真とかはホテルの名前があって、その人が入るで所長に「ああいい写真撮れました」とか言ったら、これは顔が写ってないとか、顔を撮ってそんなのうまく撮れるわけないでしょって、そんなうまくね、そんな決定的な写真なんかそんな撮れるわけないでしょって、まあそんなもん、それとかもうずっとも家の前であのぼーっと出てくるのをずっともう用もないように立ってたりとかね、もうバカらしくやってらんないような仕事でした。そしてもう、それでも調査に行きますとか言って、そして大体僕は映画を見に行ってたんですよ。会社にあの朝行くでしょ。そしてこれからあのどことかのあの群馬とかにこれから行ってきますとか言って、あの探偵社出て、そして映画見に行くんですよ。大体まあ週にも 2,3 本風景の映画とかを大体あの見るような生活をずっとしてたんですけどね。そしてまあ行ったふりをして調査書を書いたりとか報告ね、調査書を書いたりとかして提出して、そんなまあ生活しているうちに映画を見たその後にハレクリシュナに出会った、まあそんな風な生活の中で、まあもともと自分は本当に何のために生きてるのかっていうことがもうずっとそれはもう分かんない、この世界は何のためにあるのかとかね、そういうことがもう全く分かんない中で、何をしたらいいんだろうって、人生の目的って何なんだろうとか、で人生論だとか愛についてだとかそういった本読んだりだとかしたり、あとまあ聖書読んだりとかね、もうしましたけど、でもやっぱりそんな自分納得できる答えはそのまあ見つからなかったっていうところですね。それで、でもまあこのまあ不本意ながらのまあ宗教のまあハレクリシュナに来て、まあその頃も本もなかったんですけどね、日本語の本がもうなくて、本当日本で作ったオリジナルのなんか望みの木っていうなんか小冊子があるぐらいで、もう全然本もなくて、バカバドギーターもうめったに手に入れることもできなくて、それで書店で買ったバカバドギーターを最初に読んだんですよね。そしてまあ遠くに調査に行くんで、結構列車の中でずっと時間があるんで、大体その時も本もずっと読んでたりして、バカバドギーターなんで、でもバカバドギーターを読みながらもうボロ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 どういうわけかも泣き始めてまあその神に触れるっていうこと、それが初めて、まあ、まあ衝撃はちょっと、衝撃出してくるね。でそしてまあ日曜祭ぐらいにまあ通うようになって、でその5ヶ月後ぐらいに
インドに行ったんです。でインドに行く前にもうインドから帰ってきたらもうお寺に入ろうってもう決意して、その頃はみんなもう出家ね、女の人も男の人もみんなもうお寺に入るって言って、まあ、ディボーティーになるっていうそういった感じだったんですよ。今とも状況違いますけど。でもう僕もまあ主人ちゃんの息子とか言われて、河村さんディボーティーになっちゃうぞとか言って、いいディボーティーになると思うよとか言ってこんなことも言われて、うーんとか言って、そうやってまあもう全部もう家も畳んで、そうやってもう自分の所有物もちょっとだけ残して、そうやってインドに行ったんですね。一緒に行ったのがその頃はお寺に来た、まあ、凛子さんって知ってますかね、まあ、大阪に今いるのかな、マハグナさんとか の今でも友達で、レイカ・デイビーってジャッタ・コ・マハラジから入門を受けただとか、その凛子さんとその娘のジナニーと一緒にそのファミリーと一緒に行ったんですね。そしてマヤプールに行って、そしてでインドの旅行をしたかったね。僕は最後のもうディボーティーになる前に、まあ、最後のまあなんていうか自由な望みっていうかね、それはもうインドの、まあ、インド行くとバラナシと、私としてあとネパールに行きたいって思ってて、そして僕とその凛子さんとその娘の次男は何歳ぐらい、12歳ぐらいだったかな、うん、その3人で旅をしたんですよ。でネパールに行って、ネパールのお寺に泊まってね、ネパールのプリーチングはすごいもう本当面白かった。今もう地震で壊れちゃったかもしれないですけど、山の方のね、古都があって3階建ての赤レンガで作ったあれと昔の都市なんですけど、その人たちも昔から住んでる人たちがいて、そこに山をねずっと上がっていって、そこでねプリーチング活動しようっていうんで、大きなねバンをお寺が持ってたんで、トラックね、そのトラックの側面にスライドしてね、ムービーを映して、そこのうちの3階を借りてね、そこのからね、そこからムービーを映して映写会をやったりとか、でそこで張り名前やったりだとか、まあ、そういったプリーチングやったりとか、カトマンドで張り名前一緒にやったりとかね、したりして、まあ、楽しかったんですけど、ね、でそして旅してる間に、まあ、バラナシ行って、バラナシ行った時にも凛子さんがもうそこで別れちゃったね。もうあなたこれからブラマチャリにこれからなるんだ、だからもうこんな女の人とやっぱり一緒に旅とかしちゃダメよとか言ってもパッてもうどっか行っちゃったんですよ。まあ、ほんで僕一人になっちゃって、そうやってバラナシにしばらくいて、それから一人で旅して、でカルカッタね、カルカッタのテンプルに行って、そしてカルカッタのテンプルで行って、またしばらくまたそこでそこのもうブラマチャリーとかと交際したりだとかしたり、そしてそれからマヤプールに行って、マヤプールでも、まあ、バクタの子たちとねいろいろまあ交際だとかして、そしてマヤプールで初めて頭を剃りましたね。そしてその最初に行ったマヤプールでバヌスワミにも会いましたね。そこで初めてバヌスワミ、まあ、カビスンダルマハラジとか後で来られて、でバヌスワミとかも紹介してくれて、その時だったと思いますけどね、バヌスワミになったり、あとジャイバタカマハラジに、その時初めて会ったのかな。でその頃もラーメシュワラっていう、ラーメシュワラマハラジっていう人が日本をもうその頃はゾーン制で、もうそこのゾーンをもうずっともう導いてくれるグループっていうのが決まってたんですよ。今いろんな人たちがやってますけど、日本はもうラーメシュワラマハラジっていう人はもう全部もう弟子を取るっていう感じでね。それでほとんど日本のディボーティはラーメシュワラ
スワミから入門を受けて、そしてもう前プールでもう僕はもうリンコさんの通訳でもって毎日毎日もうマントゥーマンでね僕の質問をもう受けてくれた。1時間ずつぐらい毎日毎日。そしてまあバクタの人とも交際したりだとかして、カルカッタでもいろいろ本をなんか送ったりだとかする手伝いとかも一緒になんかやらせてもらったりだとか、まあディボーティーと交際したりだとかして、そして日本に、まあその後に僕が行って、そして前部に行って、その後にマハトム・プラブダとかシリクリシュン・チャクティだとか他のディボーティ、日本のディボーティが来たんですね。それでマヤプールで合流したっていうか、それでそのまま一緒に、帰ってお寺に住み始める。でお寺に帰ってきたら自分の持ち物っていうのが全部処分されてて、でもう捨てられなかったレコードだとかね、レコードは全部売り払われてて、そしてもうせっせと集めたジャズのテープだとかは全部講義のテープに全部もう使われてて、そして僕が持ってたバッグだとかセーターだとかみんな分配して、あこれ僕のじゃないですか、勝手にバッグだとか着るものとか全部他のディボーティーが使ってて、こんなもんかって思いましたけどね。とても何もない状態で、検診方針始まるわけですけれど、それから、日本はもう本配りしないと人間じゃねえみたいな、そういった状況だったんで、本当につらかったんですけどね、本配りをもう始めましたね。最初のだから何年ぐらいやったのかな、何年か4年か5年ぐらいやったのかな、もう毎日毎日もう本配り三昧で、でもトラベリングも僕はそんなに長いことやりませんでしたけど、それでもほぼ日本中もう全ての県に行くぐらいもうトラベリングも、しましたね。もうとにかく本ももう配って、そしてこれから僕の研修生活は始まって、いろんなことが本当にいろんなことがあるわけですけれど、どのくらいまで話すんですか。もう20分、30分ぐらいになりましたけど、研修生活のことはまたね、また他のことですから、どうやってクリシュナ意識になったかというところで、だから僕が思ってたこと、もうそれまでクリシュナ意識に出会うまでに、なんとなく思ってた、分からないこととかモヤモヤしたこととかが、クリシュナ意識の哲学は本当に全て救って、くれました。物質的な執着が良くないとかね、そんなこと言う人なんかいないでしょ。もうどうやって自分の望みを叶えるんだ、望みは叶う、諦めるなっていう、そんな感じばっかりでしょ今のもう社会って。どうやっても感覚満足を増やしていくかっていう、そればっかりの中で、これでほとんどの人がそうかも、もう物質世界のほとんどの人がそうかもしれないですけど、なんか望みが、欲望があればそれを満たせば、それがもう心が落ち着くって思って、それをもう本当に努力してやるんですけれど、もうその欲望っていうのはもう限りないもんだから、絶対に満たされることはない。でもそれをもう捨てちゃうっていうことで本当に平安が得られるっていう哲学は、初期の僕にとってはすごい助けになりましたね。で最初に言ったようにもそうやってクリシュナ、そうやってグルが
もう本当に知識の開発でもって、私はまあ救ってくださったということで終わります。ハリクリシナ、ハリクリシナ、ありがとうございました。